紀元前6世紀の諸民族とサウロマタイ人の位置。サウロマタイは紀元前7世紀から紀元前4世紀にかけて南ウラル地域にいた遊牧騎馬民族。紀元前4世紀以後は東方から移動してきたサルマタイに吸収され同化していったと思われるアマゾーンの女性戦士像。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスはヒストリアイにおいて次のように記している。 ギリシア人は女性戦士集団アマゾン族と戦った時、テルモドンカ畔の戦いで勝利を収め、その捕虜を船に乗せてギリシアへ帰ろうとした。ところが戦中でアマゾンが反乱を起こし、ギリシア人を一人残らず殺してしまったため、船は漂流し、国海北岸のアゾフ海沿岸に漂着した。そこはスキタイの領地であったため、アマゾンはスキタイと戦うことになった。 スキタイの方では信頼者が何者であるか分からなかったが、それが女性たちであることを知ると、戦いをやめて、アマゾンと同じくらいの人数の若者たちを選んで、彼女たちに差し向けた。若者たちは適当な距離を保って、敵意のないことを示し、徐々にアマゾンに近づいていった。ある時一人のアマゾンが要弁をしているところに一人のスキタイの若者が近寄っていくと、彼女は拒まずに、 彼のナスがままになった。お互いに言葉はわからなかったが、身振り手振りで意思を通わせ、翌日仲間を連れてくることを約束した。こうして、両グループは次第に親しくなり、ついに一緒に生活するようになった。そのうちアマゾンの方が、スキタイの言葉を理解するようになり、会話も可能になった。アマゾンたちはすでにスキタイと戦って殺してもいるので、 スキタイの中に入ることを拒み、一緒に東方に逃げることを望んだ。若者たちもそれに同意し、タナイス川を渡って東方に移住した。このアマゾンとスキタイの若者の子孫がサウロマタイになったという。アケメネス町のダレイオス一世は、ボスポラス海峡を渡ってトラキア人を征服すると、続いて北のスキタイ人を征服するべくイストロス川を渡った。これを聞いたスキタイが、 周辺所属に協力を要請したため、サウロマタイはスキタイに協力して西南から攻め寄せるペルシア軍と戦うことにした。この時、サウロマタイはスキタイ王の一人であるスコパシスの部隊に属し、侵攻してくるペルシア軍を焦土作戦とともに奥地へ招き寄せて翻弄した。最後はスキタイ、ゲロノイ、ブディノイ連合軍とともにペルシア軍を イストロス川の向こうへ追い出すことに成功し、勝利を収めた。サウロマタイの女性は、祖先の伝統を受け継いで男性と同じ服装で馬に乗り、狩猟をして戦場に出かける。また、娘は敵の男子を一人殺さぬうちは嫁に行かない。そのため、中には一人も殺せず、嫁に行かないまま置いていく者もいた。サウロマタイの住居は、荷車と一体であるので、 古代のギリシア人は同じ種族を持つアガティウルソイと共に彼らを浜ビオイとも呼んだ。サウルマタイはスキタイ語を用いるが昔から鉛があり、ヘロドトスはアマゾンたちが正確にスキタイ語を覚えなかったためとしている。サウルマタイの居住地はタナイス川を渡り、マイオティスコの奥隅から北へ15日の皇帝範囲に住むとされ、現在のロシア連邦を ボルゴグラード州周辺だと思われる。この地は木が一本もなく草原地帯であった。紀元前7世紀から紀元前4世紀、西部カザフスタンからウラル地方南部、ボルガ川下流域、北カフカス、ドン川下流砂岩に至る広い範囲でスキタイ文化と類似するサウロマタイ文化が分布した。サウロマタイ文化の起源については明らかではないが、土着のヌル文化に先、 スキタイ文化や中央アジアの初期遊牧文化が影響して発展した文化であるとみなされる。サウルマタイは、スキタイ同様にイラン系言語を母語とする騎馬遊牧民集団であるが、埋葬儀礼や動物様式の好みなどの点で独自の特徴を持っている。ヘロドトスは、サウルマタイがスキタイとアマゾンの結婚に起源を持つとしているが、実際アマゾンに象徴されるように、サウロマタイ文化では、 女性戦士や巫女の埋葬師が多数知られており、女性の社会的地位が高かったことが判明している。サウロマタイの遺跡は、スキタイ同様にほとんどが埋葬師である。文化的中心地は、ボルガガー下流のボルゴグラードからサラトフにかけての地域とウラル川中流左岸支流のイレク川流域にあったとみなされている。サウロマタイ文化の全般的傾向としては、 ボルガ側伊イでは、中央、アジアや、北アジアの文化と関係が強く、ボルガ側ワイ勢では、スキタイ文化の影響が強く見られる。紀元前7世紀から、紀元前6世紀に変年される早期のサウロマタイの、墓では、被葬者は、方形の縦穴墓に行画新転送北西あるいは、西を枕にして葬られていた。ベレジュの深台一古墳群六号墳四号墓や、 ボアロムラ D24 号分6号墓では墓口が丸立て覆われ上から火が放たれていた。墓に火を放つ儀礼はサウロマタイに広く見られる。地下の墓ばかりでなく地上墓も見られ、ウサト墓階13と階14号分やボアロイー23号分3号墓は旧地表面に作られた木角墓であった。副葬品は少なく土器は青銅製矢尻が主である。 土器は、河原家内側から押して公園部に丸い小さな突起を一列に、施した、八型土器、頸部が、短くややくびれて、胴部が卵型で頸部に沿って一列に、昇降がうがたれた壺型河原家、頸部に一列の一つ分が施された壺型土器などの、蘇生の手こね土器や、北カフカスに、特徴的な頸部が細く胴部が梨型に膨らんだ、壺型土器などの魔剣土器がある。 生動性矢尻は、古い形式の両翼矢尻や袋棒が長い3位よく、矢尻、袋棒が短い3位よく矢尻である。また、ノルカソンの埋葬誌やエンゲルス氏五号分三号母などでは、棒状の塚頭と長形のつばのある鉄製焼きなけす、剣が、中高付きの大型壺型河原家と共に出土し、演芸。また、ボルガウラル両画館のリビモフカ村ラパシン自然協会一号分五号母では、 紀元前6世紀に変年される、人造型唾を持つ鉄製、アキナケス型剣が発見された。この墓は、土工墓で丸太で覆われ、上から火が放たれていた。チェラビンスクのチュリロボ村27号分とスホメソバ村7号分では、裏面に中がある円形の青銅鏡が出土した。同様な鏡は、アルタイのマイエミール機の資料や、シルダリア下流の坂の墓でも知られ、 紀元前7世紀から紀元前6世紀に変年されている。また、オルスク市政法のビシュオバ古墳ではいわゆるオルビア、型制銅鏡が発見された。これは紀元前6世紀から国会北岸のギリシア人植民史、オルビアあるいはスキタイの古墳で知られている柄の先端や基部にスキタイ動物群がつく絵鏡である。ビシュオバ古墳は鏡によって 紀元前6世紀後半に変年されている。紀元前6世紀に変年されるトリブラータ古墳群25号墳2号墓で、前期キタ体に特徴的な感情に体を丸めた猛獣が表現された、青銅製触板が出土し、またソロトゥシンスコエ村の砂丘と数種類古墳群では、猛獣が片押しされた、金製触板が発見された。紀元前6世紀から、紀元前5世紀は、 サウロマタイ文化が最も発展した時期である。サウロマタイの古墳の分布が北ではバシコルトスタン、南では北カフカスの熊川とテレク川方面まで拡大し、アケメネスアサ、ペルシアなどの西アジアの製品がもたらされた。サウロマタイ文化の中心地は、サラトフ南方のボルガ川下流砂岩やイレク、川砂岩流域にあり、多数の古墳が残されている。 ボルガガーカ流砂岩のブリューメンフェリト村へ12号墳は、墳球の高さが1.6メートル、主体部の深さが3.25メートル、5.44.9メートルの隅丸方形の母校であり、母校の壁は板張りであったと推測されている。母校は焼けた植物層で覆われ、さらに休地表面で動物骨の体積が検出され、ここで追悼宴が行われたことを示していた。 母校南東部に2本の飛走車が、西南西を枕に安置されていた。飛走車の南西側には、馬骨と鉄製ナイフがあり、また左側には、鉄製剣と矛が置かれていた。剣の塚頭はアンテナ型で、唾はハート型である。剣には、木製章の一部が残存していた。矛の柄の下場には、鉄製印手月があった。 また、青銅製矢尻145点を含むエビラが、右側の被装者の足元に置かれ、左側の被装者の枕元には、青銅製矢尻95点と7点の鉄製矢尻の入ったエビラがあった。第一のエビラには、古い形式の両翼矢尻が含まれていた。両被装者の左側には、緑色で透明な玉が1点ずつあり、報告者は、ギリシアとの関係を示唆している。また、 イノシシの牙に葉を剥き出した猛獣が彫刻されたバグの一部が発見された。このような貯機製品と葉を剥き出した猛獣の表現はサウロマタイに特徴的である。母校北西角と北東角に見られた方形のくぼみでは、目牛と羊の骨の体積が検出された。南西角付近には東西に分かれる間仕切りがあったようで西側の部分は拡乱されていた。 母校西側には、鉄製靴は三体と精銅製矢尻、鹿が彫刻された骨製品があった。バグには、半球系の辻金具やグリフィン頭部や馬頭部をかたどる飾りなどがあった。A12 号墳は、矢尻の形式などから、紀元前6世紀から、紀元前5世紀初頭に変年される。 イレク川佐岩のクマクマスキー村周辺のメチェトサイボ群2号墳は、墳球の高さが2.03メートル、直径が30メートルである。古墳には全部で8基の地下式横穴墓が作られていた。主体部は、古墳中央部に位置する2号墳である。墓は、入り口から北東方向に沿道があり、隅丸方形の母校の南西角に降りながら、接続していた。道び、 母校全体は上からポプラの丸太や木材で覆われていたが、後にその上から作られた四号墓で破壊されていた。母校の床面直上では草あるいは足の腐敗物や白和が検出された。母校中央に3人の被葬者が別々なレベルに戦場に安置されていた。遺体の保存状態は不良で、右側の遺体のみが行が新転送、南枕で安置されていたことが判明した。 パノ二体はレベルから判断して追走である。それと同じレベルにお羊の骨があり、さらにその上の毎度から53点の青銅製矢尻を伴う白樺と毛皮から作られたエビラが発見された。右側の飛走者の頭部付近からは練り物のビーズとエビラを懸垂するための鉄製針が発見された。母校北宮には馬の骨と鉄製くくみとくくみリ具、ウグ、 革紐につく鉄製と制銅製金具、大型の鉄製管などのバグがあった。くくみきゅは二公式 S 字型で、一体のものは両端に動物の頭が表現されていた。制銅製品では、木場形飾りと幅の太い管があり、前者は幅の広い部分に三角ヤギ頭部がかたどられ、後者にはフック状の突起にひずめが表現されている。これ以外の場所でも、 馬骨と羊骨が発見され、馬2頭とお羊2頭が墓に収められたとみなされる。また、発掘中に発見された断片によって、同性服が沿道に置かれていたことが推測されている。墓の東側の休地表面で、すすや炭が大量に検出され、そこで大きな焚き火が行われたことが判明した。墓は、青銅製矢尻により、紀元前6世紀から、 紀元前五世紀前半に変年される。また、主体部以外の他の追想部も紀元前五世紀に変年されている。メチェト最古墳群の東側に位置するバチマルイ第一古墳群八号墳は南北径28メートル、東西径26.5メートルの不正円形の古墳で、墳球の高さは3メートルであった。主体部には旧地表面に作られた東西10メートル、 南北7メートルの方形の木造構築物があり、四隅で構築物を支えた柱の穴が4箇所ずつ確認された。構築物の西半分に2.92メートル、深さ0.8メートルの母校が作られ、男女と子供の3人が行画新転送、南枕で埋葬されていた。青銅製棍棒頭あるいは矛の石突き、制動三翼じり、鉄製ナイフ断片、 鉄製サネヨロイ断片、中央アジアに起源する大型の赤色魔剣土器片が服装されていた。さらに、東半分には二人の戦士が、旧地表面上に行画新転送で、南南製を枕にして葬られており、構築物の南側には古刀の馬が、倍装されていた。戦士の頭の近くには、長さ1.1メートルの鉄製長剣が置かれ、柄には、 太い金星館と、房飾り、鉄製針があった。県の南側には74本の矢が入った、革製エビラがあり、鉄製針を伴っていた。戦士は腰に砥石を吊るしていた。倍相場はいずれも、鉄製靴輪が装着され、革紐に、制動性の辻金具や缶、ラクダを表現する、動物文様の飾り板などが付けられていた。バグは、で発見されたため、 それらの使用方法が明らかになった。古墳は出土した剣や矢尻の形式によって、紀元前5世紀初頭に変年されている。地表に葬られた二人の戦士は、土工墓に葬られた家族に使えるもので、純相とみなされている。このような埋葬全体を木造の構造物で覆う方法は、サウロマタイに特徴的な埋葬儀礼である。紀元前5世紀末から、 紀元前4世紀にもサウロマタイの古墳は、ウラル川流域及びボルガ川流域に広く分布している。南ウラル地方では、前期サルマタイ時代の埋葬が出現してサル、マタイ文化が登場したが、ボルガ川下流域にはまだ及んでいない。この時期に属すウラル川流域のサウロマタイの古墳では、縦穴墓に、被装者が、行画新天送、西枕で葬られ、いずれも、 紀元前5世紀後半から紀元前4世紀に特徴的な精度性矢尻を含むエビラが服装されていた。紀元前4世紀以降、ウラルガー流域ではサウロマタイ文化に去るマタイ文化が浸透するようになり、サウロマタイの古墳を去るマタイが再利用している。文献資料ではこの時期にタナイス川に迫っていたシュルマタイという集団が記録されている。 彼らはサウロマタイの最も西にいた集団と考えられている。そして間もなくサルマタイの登場が文献に間接的に記録された。松平1988現在のドナウ川。松平1988松平 1988EO1999P511 松平1988 松平 1988AI ミルコバ、ハット a b 警戒、スミルノフ、ハット BN、グロコーブ、モニュメンツデラカルチャーサイスックアントレル、ボルガイレマンツアールハット a b 警戒、スミルノフ、ユキ、島孝一、講座文明と、環境第五感、文明の危機、民族移動の世紀藤川1999。ありがとうございます。